首相の含有や在外邦人救出などに活用するための政府専用機が11月14日羽田空港に到着しました。専用機は政府が4年前2機合計359億円で購入を決め、機種はボーイング747型でアメリカで内部を改造していたもの。専用機は防衛庁が管理をし、航空自衛隊のパイロットが北海道で訓練を行う予定です。お披露目には竹下元首相をはじめ関係者が詰めかけましたが、導入を決めた中曽根元首相の姿はありませんでした。機内は最新鋭の通信機施設や、貴賓室は非公開でしたが、広い会議室、記者会見もできる記者団席、最新の設備の整った医務室も設置されて、見学者の評判は良好のようです。正式な運航開始は来年7月のドイツで行われる先進国首脳会議以後となるとか。さて、初飛行の空飛ぶ艦艇を操縦する首相は誰になるのでしょうか。